おだけはやめてくれ。四ダメよ。よ。さあ。やばいやばいやばい。危ない。二二惜しかった。ちょっと待って。ってことはまた？今からですね。瞬時に出てまいりますので対戦チームを選んでください。対戦チーム、対戦チームを選んでいただけますか。いや、どう考えても、どう考えてもこっちだよ。どう考えても兄さんチームだよ。どう考えても先輩チーム。我々を舐めちゃいかんよ。いやいや、もう勝ったも当然じゃん。そろそろ本気を出す。本気を出したら火を解放しろ。やった。まあ、でも今回審判僕らなんでね。いや、我々は審判ですから。もう大体ルールも分かったんで、まあ、ルール分かったんで、ね、もうできますよね、はい、どうだか、どら焼きだよね、どら焼き、どら焼き。ちょっと同じのダメ、同じのダメです。同じのダメ。出発は変えなきゃダメだよ。そう、当たり前でしょ。変えましょう。どで考えましょう、ちゃんとね。ドラゴンボール行きます。あ、違う。しかも最初のワード変わってる。本当だ、変わってる。岩飛び中学空の区からさ、区からちゃんと考えられてた。よかったよかった。区、はいはい、から始まる言葉なんてねえよ。いっぱいあるよ。いろいろあるでしょ。ねえよ、凄まじい勢いで否定してた。いやじゃあいいですか、はい、いきますよ、いますよ、ね、はい、それでは、緊張してきた。お絵かきしりとりスタート。いつの間にか視界変わっちゃってるからね。はい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 、書きまして、お早い、あーやっぱクオリティ大事だからね。あ、絵うまいですね。こっちチーム絵うまいっすよ。ワコードチーム、はい、おいいですね。立体感、いいじゃん、これいいでしょ。いいじゃん。そうなんですよ。あ、俺いいですね。色変えよ、色いいです。色こっち。いいですね。いや、大丈夫ですか。上の皆さんとか見えてますか。どうですか。見えてますか。見えてますか。大丈夫ですか。見えてないとかあったら頑張って主張してね。見てくださいね。見えてないよって。トッシー凝りすぎだわ。いいっすね、いいっすね、これ。オッケーオッケーオッケー。立体感が、おー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 、なんか虫食いが、こう虫が出てる。我々は立体感にこだわりますから。あれこれ面白いですね。あ、オッケーオッケー。いいっすね、いいっすね。え、うち、それ何。ああ。え、うち、これ何、気持ち悪い、何これ。刺して。え、何これ。気持ち悪い、何これ。違う、ほらこれ、いい勝負。ほらほらほら、分かったじゃん、分かったじゃん。気持ち悪い、分かったじゃん、分かったじゃん。何それ。ほらいけるいけるいける。わかんねえよ、なんだこれ。ここからこれだから、もうこれ何っすか、これ。これ何いけるいける。気持ち悪い。なんだよこれ。いけるいけるいける。気持ち悪い。1分経過しました、1分経過しました。あれ、今回意外といいっしょ。もうちょっと書いて、もうちょっと書いて、こっちひどいぞ。こっちひどいぞ。これでわかるじゃん。ダメだこれ。あー、どうかな。これ、事故だよ。これ、どうします。なんだこれ。多分これ、俺らの裁量試合っすよ。この形に注目してちゃんと、このほら、形状に注目して。30秒前です。形状に。日本語とは限らない。ああ、間に合わなかった、1個。これはでもかなりいったかな。いったね。まあ、許しましょう、ちょっと最後の1個。もう、いったわ。こっちひどいな。これ取っときますか。これちょっと取っときましょう。ちょっと、後で審議。まず、はい、じゃあ、こう、はい、あ、少ねえ、少ねえ。はい。あ、はい、ダメだね、これね、もうね。はいはい、じゃあ1個目からいきましょう、はい、1個目、はい、僕が書きました、はい、これですね、これクリーですね、はい、はいはいはい、クリーから、はい、で、うちがリンゴ、リンゴで、俺がゴリラを書いて、ゴリラ順調だったね、はい、これ何、これなのよ。ゴリラでしょ。何、気持ち悪いやつ、これライスだよ。ほら、さっき伏線も貼ってあったじゃん、ちゃんと。俺ライスしか食べてないって。ちょっと待って、組み取ってよ、これなんでわかんない。ライスこれ。だから俺最初お茶碗だけでいけるかなと思ったんだけど、つぶつぶを足すことによってこれなんだと思ったの、ちなみに。いや、でも俺ライスだと思ったんです。で、スズメ。あ、いや、これスズメじゃない。待って待って待って、これだって海から上がったやつだよ。
これ海から上がってこう進化したやつだよね。深海魚でしょ、これ、ね、深海魚白目向いてますね、これ。急いでたから、急いでたから。スズメ、スズメ。いや、てか、でもむしろ俺ライスが当たってたことにびっくりなんですよ。いや、まあね、それはね、まあ、だから1、2、3、4、5、まあ、まあ、ひとまず5、ひとまず5で、あざす。さあ、そして先輩、問題は次なんですよ。先輩チーム見てみよう。何これ、どうなんだ。何これ。まあまあ、抽象的すぎる。クから始まるといえば、栗ですよ。そうですね、クリ、はい、クリ、ね、そしてリンゴです。同じ流れですね。ここまではいい、ここまではいい。やっぱりそうか。この先ね、ゴリラに行くのはちょっとベタだと、うん、そこで私選んだのゴマですよ、ゴマ、はい、ゴマ、ゴマね、はい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 、そして、はい、からの、まあ、ゴマが来ればもう誰か見ても分かる、はい、孫ですよ。まあ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 、まあ、ここまではいい。おじいちゃんがよしよしやってますよね。まあまあまあ、孫、孫からやっぱり孫と言ったら来るのはゴマですよ。いやいやいや、あ、でも種類が違うからね、こっち。そう、輸入物です。黒ゴマ、白ゴマ。だったらそれしりとりで白と思ってやったらね。ゴマ、ゴマホワイト。ゴマときたら、ゴマときたら孫ですよ。で、今度おば、おばあちゃんがよしよしするからね。孫だから違うから、これは本当だ。同じじゃないから。そう、同じじゃないから。で、おばあちゃんの孫からすると今度またゴマですよね、やっぱりね。完全にゴマです、うん、ね。黒ゴマ、白ゴマ、入りゴマもね。いやいや、ね、ゴマの種類たくさんありますから。ゴマでやってんです。総称してゴマ。健康的です ね。いや、これなしだわ。おじいちゃんも喜びますよ、本当に。はい、4点。はい、よし、4点ですよ、4点、はい、もうこっから先はなしです。そりゃそうだよ。てことは、ってことは、ってことは、ってことは、5対4で、で、ありがとう、年打ちチームの勝ち。はい、じゃあひとまず進んでいただいて、はい。